お守りするための集団を作ろうじゃないか。街砕けた唇が夢を見ちぎれるくらい鬼だ。あれこの荒野に一人たたずむ記憶のなき男、その名も源次郎。愛する女ユリアを救うべく放浪の旅の先に待っていた悪魔のような街、その名もカサンドラ。人々は嘆き苦しみ悲しみ、まさに百鬼夜行の狂乱連舞。次回北斗の拳、悪魔のカサンドラに現る一人の男の巻。はい、抽選来たんですけども、ずりっすね。一応店内入りますけど、スロット無理なんで、パチンコ見て、釘見て、多分まあお店的には平常だと思うんですよ。平常営業だと思うんで、そうなると鬼みたいに回らないと思うんで、もうこの店では打ちません。移動するかもしれません。はい、まあまあとりあえず入ってみましょう。DJ! お疲れ様でした。もうめちゃくちゃ疲れました。何せね、初めて打つ店で、まあ周年と いえどもどういう状況かわからないじゃないですか。不安と恐怖の中、淡い期待を胸に抱き、まあ、実戦へと挑んだんですけれども、まあ、前日ね、このお店に電話入れてマネージャーさんとお話ししたところによると、撮影はもうごめんけどやめてほしいという内容でしたんで、まあ、固定してのね撮影はもうやめて、もうああいう手取りで、まあ、撮ったんですけどね、まあ、社メールとかはねそこまではもう言わないっていう形やったんで、まあ、写真撮らせてもらったんですけどね。本当はちゃんと最初から撮ろうと思ってたんですけどね、もうとにかく当たらなくて、もう投資が1000枚超えた時点でね、もう初めての店で、しかももう一生来るか来ないかわからない店じゃないですか。それでね、このまま買えるとか、まあ、もしこのままの状態やったらどうしようかなって、一生負けたことになるしね、もう1000枚超えた時点でもう取り返す作業だけになるじゃないですか、もう1日が。いやでもほんまね、もうストレスがマックスで、いやもう今日多分がん発症してるなと思うぐらい、あのしんどい展開でした。まあね、途中諦めかけましたけども、まあなんとかね、やっぱディスクアップはどっかで波を拾いさえすればなんとかプラマイゼロまでは持っていけるっていうような、まあ、状態でしたけどね。まあでもね、今日お店の状況もね、まあ、冷静に見るとB花球大やって半分多分5、6なんかなと思えるんですけど、それ以外はねすでにもう空台が多数ありまして、まあ、ディスクアップにおいてはおそらく前代容赦なく圧倒的絶望の位置という形だと思います。ですからまあね、これが1年で一番強い日
ということですので、来年は多分来ないお店かなというふうに思います。まあ某大手チェーンのねらしい状態かなと、それらしいイベントなんかなというふうに思いますね。まあこんな時しかね56打ってくれるような可能性ねないんですけどね、ディスクも。まあ一生一でしょうね多分ね。ねえほんと、プラス1500円、時給に換算したら250円か。大の大人がもうすぐ40になるというのに時給250円。情けなくて毛が出そうだ。堺裁判所に相談しに行きたい気持ちになる。今日この頃。いや疲れました、本当にクタクタです。今日はストレスがすごかったんで、まあでも諦めずに回し続けたらやっぱり機械は203%嘘じゃないなというふうに改めて感じることもできました。今回の動画ちょっとねうんこちゃんですけれども、皆さんのご意見お考えもぜひお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いします。というわけで今日はもう北斗劇場もやる元気ないので、また次回お楽しみにしてください。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。疲れた。お疲れでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。